ご視聴いただきありがとうございます。ビバアクアチャンネルです。今回はこの南沼エビ水槽のご紹介をしたいと思います。水槽っていうのもおこがましいんですけど、ダイソーで売ってる飼育ケースです。多分大中小ある中の真ん中のやつですね。300円くらいのやつです。このケースを使ってエビの繁殖などをしてます。まあ勝手に増えただけなんですけど、プラケースなのであまりエビちゃんにとっては快適じゃないかなとは思ったんですが、順調に増えてます。使ってる機材っていうかあれですけど、スポンジフィルター丸いやつですね。あとは流木ウィローモスを巻きつけたやつです。これもキャンドゥで買った100円のミニ流木です。スポンジフィルターにはいつも誰かがしがみついてますね。エビはなんでこんな好きなんですかね、スポンジ。あとヒーターが入ってないんですけど、通年ヒーターなしで過ごしてます。夏も冬もこのまんまですね。結構厳しい環境かも。水槽の中には親エビが10匹ぐらい、あと数ミリサイズのチエビたちが見える範囲で10匹とか15匹ぐらいですね。なので実際はもっといると思います。20ぐらい、30ぐらいいるかな。完全に放置してて餌とかもあげてないんですけど、こんな感じでつまつまやって生き延びてますね。結構苔とかも生えてるんですけど、これはエビに頑張ってもらったり、あと巻貝、さっきちらっと映った巻貝の卵、これ前回の動画でこの生まれた卵について動画アップしたんですけど、5匹入ってた巻貝をこの赤い子だけ残して別の容器に移動しました。なのでエビ水槽はこの赤い子1匹で掃除担当を頑張ってもらってます。なんかあれですよね、こんな1匹だけ赤くて綺麗だったからこんないい環境に残れて、他の黒い子たちは別の環境に移されちゃうっていう。巻貝は見た目が10割ですね。こんなのんびりした映像を見ながら言うのもあれなんですけど、これ撮った時風呂上がりだったので全裸なんですよね。なんか変なものが映り込まなくてよかったなとは思ってます。こんな感じでチエビはすごいガラスじゃないけど結構前面に出てきてくれます。ベタ水槽でもチエビは生まれてるんですけど、こんな風に前には出てこないですね。やっぱり外敵がいないっていうのを分かってるんでしょうかね。エビを単純に増やしたいっていうだけだったら、やっぱりエビ専用のこんなちっちゃいプラケースでもいいので水槽を用意した方がいいのかなと思います。ちなみになんでこの南沼エビ水槽で繁殖させているかというと、ベタ水槽とかコリドラスのいる水槽にコケ取り要員で出港させたり、あとはお友達にあげたりもしてます。なんか最近知ったんですよね、お友達が熱帯魚飼ってるっていうのを。それでいろいろやり取りをしてます。あとちょっと関係ないんですけど、このうねうねしたやつ1匹だけこのエビ水槽にいるんですけど、これが何なのかよくわかんないんですよね。プラナリアってこれ？熱帯魚さんのエビ水槽とかで見たのはもっと大きかったんで、これが成長したらあの大きさになるんですかね。結構移動が早い。アクアリウムってこんな謎な生物がいきなり出てくるので、面白さ半分、キモさ半分。そんな感じで我が家の
南沼エビストック水槽でした。あ、ストックじゃなくて繁殖水槽。餌やりなし、ヒーターなしで、あ、水替えも最近サボってますけど、それでも無事に繁殖してくれています。外敵がいなければプラケとスポンジフィルターで繁殖できるので、チエビが見たいっていう人はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。